アメリカンクライムストーリー、ベルサーチ暗殺は、FX のトゥルークライムアンソロジーテレビシリーズ、アメリカンクライムストーリーの第2シーズンである。初回は2018年1月17日に放送され、同年3月21日に最終回を迎えた。全9は構成となる。このシーズンでは、モーリーン・ウォースの書籍、ボルガー・フェーバーズ、アンドリュー・カナニン、ジャンニー・ベルサーチ、 アンドザ・ラージスト・フェールド・マンハント・イニ・ユーエス・ヒストリーを元に連続殺人犯のアンドリューク・ナナンがジャンニベル・サーチを殺害した事件が描かれる。日本ではスターチャンネルにて字幕版が2018年6月25日から毎週月曜23時に日本語吹き替え版が同年6月28日から毎週木曜22時に放送された。 2019年6月1日からはネットフリックスで配信されている。カッコ内は日本語吹き替え1997年に著名なファッションデザイナーのジャンニ・ベルサーチがマイアミの自宅の前で指名手配中のアンドリュー・クナナンに撃たれて殺される。ベルサーチ及びクナナンの過去が遡られ、同性愛者で浪費を繰り返し欺瞞に満ちたクナナンが4人を殺し、 ベルサーチにこだわり狙うようになった経緯が描かれる。ザ・アサシネーション・オブ・ジャンニ・ベルサーチ・アメリカン・クライム・ストーリーは2016年10月18日にカトリーナの次のシリーズの第3シーズンとして発注された。また、英国の作家のトム・ロブ・スミスが最初の2話を含むシーズン複数話の脚本を執筆し、制作総指揮のライアン・マーフィーが シーズン初回を監督することも発表された。2016年4月、第1シーズンの最終回が放送された後、シリーズ創始者のスコット・アレクサンダー・トラリー、カラゼウスキーが第2シーズンには続投しないことが明らかとなった。2017年6月、第2シーズンとして構想されていた、カトリーナの制作が2018年初頭まで延期され、 ベルサーチが代わりに2018年初頭から放送されることが発表された。2017年10月2日、アメリカンホラーストーリーの常連出演者であったマット・ボマーが第8話で監督デビューすることが発表された。制作中のシーズンのワーキングタイトルはアメリカンクライムストーリーベルサーチかな人であった。2017年12月の初の死者後、ベルサーチは 当初報じられたより1は少ない全球は公正であることが明らかとなった。2017年2月、エドガー・ラミレスとダレン・クリスがそれぞれジャンニー・ベルサーチとアンドリューク・ナナン役でキャストに加わった。マーフィーはレディー・ガガがドナテラ・ベルサーチを演じるという報道を否定し、その後同役はペネロッペ・クルスに決定したことが報じられた。2017年4月、リッキー・マーティンが ベルサーチの長年のパートナーであるアントニオ・ダミゴー役を務めることが報じられた。2017年4月28日、アナリー・アシュフォードがクリスと共に撮影のセットで目撃された。2017年6月21日、アシュフォードの役は、クナナンの高校以来の友人であるエリザベス・コートであり、また、グリム。 グリムで知られるニコエバーアッツ・スウィンデルがその夫のフィリップ・メリルを演じることがエンターテインメントウィークリーを通じて発表された。2017年5月5日、マーフィーは自身のインスタグラムアカウントでマックス・グリーンフィールドが加わったことを発表し、セットでの彼とクリスの写真を投稿した。2017年6月21日、フィン・ウィットロックがクナナンの最初の犠牲者である。 ジェフリー・トレール役で出演することが発表された。2017年11月、シリーズの公式ツイッターアカウントで、ジュディス・ライトとダーシャ・ポランコの出演が発表された。2017年12月、シリーズの公式ウェブページで、グリーン・フィールドが、ロニー、ライトが、マリリン・ミグリン、ポランコが、ロリ・ミダー・ケージ、ジョン・ジョン・ブリオネスが、モデスト・クナナン、コーディ・ファーンが、デビット・マドソン、 マイク・ファレルがリーミ・グリンを演じることが発表された。第2シーズンの主要撮影は2017年5月よりマイアミで始まった。ダレン・クリスは自身のツイッターアカウントで11月13日の週に撮影が終わったことを明かした。2017年9月、FX はザ・アサシネーション・オブ・ジャンニベル・サーチの最初のティーザー予告を公開した。その予告は ベルサーチの邸宅の外に止まる鳩が2発の銃声の後に飛び去るという内容であった。同月に2つ目のティーザー予告が公開された。知れは、ベルサーチの妹のドナテラ棺に花を置くという内容であった。10月に公開された新たなティーザーは、警察無線が飛び交う中で黒い衣装カバーが閉じられ、それに印字されたベルサーチの名前がアップになるというものであった。 さらに同月公開されたもう一本のティーザーはジャンニーが殺された邸宅の海岸にドナテラがキスをするという内容であった。ハロウィンの日、FX はアメリカンホラーストーリー、カルトの第9話のコマーシャルの際に新たなプロモーションを放送し、さらにシーズン初回が2018年1月17日となることを発表した。2017年11月、 新たに4つのティーザーが公開された。1つ目はプールサイドでリラックスしているベルサーチにクナナンが忍び寄るというものだった。2つ目はジャンニーの家を離れようとしたダミゴが2発の銃声を聞き現場に走るという内容であった。3つ目は鏡の前でジャンニーがドナテラを抱きしめている場面である。4つ目は起動中のミシンの描写であるが、 いくつかの不具合のために作業を終えられないというものである。2017年11月15日、シリーズの公式ツイッターアカウントにて、初の全長版予告編が公開された。それでは、クナナンの過去とベルサーチ殺害の影響が示されていた。同日、FX の加入者はいつか先行で、シーズン第1話を視聴できることが発表された。 2017年11月28日、FX は、クルス、ラミレス、マーティン、クリスラメインキャストを描いた、新しい予告編を公開した。2017年12月、さらなるティーザーが公開された。一つ目は、ベルサーチとクナナンが対比され、それぞれの過去を語るというものであった。二つ目は、ベルサーチのファッションショーで、彼の死のニュースが聞こえ、 モデルが泣き始めるというものであった。三つ目は、クナナンが誰かにベルサーチを付き合っていることを説明し、そして彼の殺害を示唆するカットで締められるという内容であった。四つ目では、兄の葬儀に黒い衣装を着て現れたドナテロが描かれた。五つ目は、ベルサーチ帝の様々な部屋が映され、それに様々なキャラクターの音声が被せられるというものであった。 6つ目は顔面にテープを巻きつけてシャワーを浴びるクナナンがマックスグリーンフィールドが演じるロニーから何をしているかを尋ねられるという内容であった。12月28日スタッフやキャストのインタビューがついたファーストルックが公開された。同日新たなティーザーが公開された。それはクナナンが性的パートナーとベルサーチの殺害を企てるという内容であった。 2018年1月初め、新たなティーザーが公開された。それは、自動車のナンバープレートを交換するクナナンが、少女に挨拶をするという内容であった。2018年1月16日、全長版のレッドバンド予告編が公開された。翌日、その短縮版の予告編が公開された。アメリカンクライムストーリー第2シーズンは批評家からは、おおむね高評価された。 レビュー収集サイトのロッテントマトズでは64件のレビューに基づいて支持率は87%平均点は7 2 2二0であった。メトクリティックでは第2シーズンは33件の批評に基づいて過重平均値を74100と示された。2018年1月、ベルサーチ家はシリーズを批判する声明を発表した。彼らは シーズンの制作段階では、それは許可しておらず、何も関与していないと説明し、フィクションの作品としてだけ考えるべきだと付け加えた。制作組織のライアン・マーフィーはシリーズが、モーリーン・ウォースのノンフィクション本、ボルガー・フェーバーズに基づいているために、フィクションの作品ではないと回答した。マーフィーは、オージェ・シンプソン事件と比較し、シーズンが、ドキュドラマ要素が、 明らかにあるノンフィクションの作品であり、ドキュメンタリーではないと付け加えた。この回答に対して、ベルサーチ家は第二の声明を発表し、オースの本はゴシップと推測だらけであるために、シリーズはフィクションの作品であるとの主張を繰り返した。彼らはまたオースの仕事を批判し、矛盾に満ちた中古の伝聞により、センセーショナルな物語を作り出す努力であると評した。 また彼らはオースがベルサーチは死亡時に HIV 陽性であったと主張したため彼の病状の例を挙げた。アントニオ・ダミゴもまたシリーズを批判しいくらかの場面を馬鹿げているとこきおろしあまりにも多くのことがフィクション化されていると主張した。彼はまたシリーズを主張するつもりはないことを表明したがもしも自分を演じたリッキー・マーティンがベルサーチとの関係を 知るために接触してきたならば満足しただろうと語った。マーフィーによると、ドナテラベルサーチは、ペネロペクルスによって、自身が演じられるのを非常に支持していた。第70回プライムタイムエミー賞で、リミテッドシリーズ、テレビ映画部門の作品賞、監督賞及び、主演団優賞を受賞した。ありがとうございます。